皆さんこんにちは。今日は我が家でもう大人気 の、 スペアリブの、まあ、電子レンジでね簡単にできるっていうやり方のスペアリブ、味噌味みたいな感じですかね。スペアリブっていろいろ味付けがあるんですよ。まあ、例えば塩と胡椒でオーブンで焼いてというのとか、あとはまあ、煮物でね醤油と甘いちょっと醤油味で煮るとか、あとはまあ、焼くのもいろいろあるんですけど、タレもいろいろあって、まあ、私もいろいろとこうなんかね本読んだりとかしてやってみたんですけどね。まあ、なんかねいろいろとちょっとコクがあったりとかするのがいいので。まあ、ただの普通のこうなんかちょっとしたタレとかいうより自分でいろいろとこう混ぜ合わせた方がなんか美味しいということが分かって、でもいろいろタレの元にちょっとお味噌を入れたらねなんか美味しいっていうのを聞いたんでちょっと入れてみたんですね。それ美味しかったのと、でもちょっと照りを出すために、まあ、ある方はねなんか素人の方がなんかどこで書かれたの見たら、マーマレードをね入れてすると美味しいっていうのを私もなんか何十年か前に見たことあるんですよ。でマーマレードも確かに照りが出て美味しそうだし甘いのがあるから、まあ、スペアリブも美味しいだろうなと思ってたんですけど、まあでもねその子供たちがねマーマレード嫌いなんですよね。だからねマーマレードは使わないことにしといて、だからその代わり何しようかなとかでいろいろ見たりこういろいろしてみたら、あれなんですよ、このパイナップルジュース、パイナップルジュースと、まあ、なんか言うと白味噌をね混じるのがいいなということになりました。で、まあ、これをちょっとタレ入れたらいいかなというので、我が家は定番はこれなんですね。でそれで、まあ、最初にちょっと漬け込んだりとかしないといけないので、まずスペアリブをねしまし買ってきました。これスペアリブねあれなんですよ、これ国産とねアメリカ産があるんですけど、これちょっとまあ全部国産なんですけど、私基本的にはやっぱ国産使ってるんですよね。国産ちょっと高いんですけどね、でもまあ安心かなっていう感じで国産にこだわってます。でね、まあ、これ3本ぐらい入ってるでしょ。もうこう3本ですぐなくなるので、結局これなんか4人分ですると、ね、結構値段になるんですけど、でもまあ子供たちがすっごい喜んでたので、まあ、結構これは作りましたということで、今回は割と800g ぐらいをやります。でこれねあれなんですよ、出してまあ出してねこうしますよね。でこれするんですけどね、これね基本的に出したままなんか使っても良さそうじゃないですか。私小学校の時にね別にこう使おうとしてたんですよ。でうちの母は、ね、いちいち洗うんですこれね。でねなんかいやだから洗うか、まあ、お刺身は洗わないんですけど、お肉は大体うちの母も洗うんですね。でなんか別に洗わなくてよくないって言ったら、うちの母がね、私が小学校の時に母がね、いやー涼子ちゃんね、なんかこれを包んでくれてるおじさんが途中でトイレに行きたくなったとか、トイレに行ってそして洗わないままこう包んだらどうするのとか言うんですよすごい想像力だけど、そんなこと絶対ありえないけど、工場でありえないけど、そう一回言われたらね、そうだなみたいなということでね、いつも洗うんです私これ。もう母から脅されてるんで結局洗うっていう。だからまあ洗ってね、基本的にもうざっと洗うだけなんですが、お肉なので、まあ、ちょっとねちょっとね洗うんですこれやっぱり水分がねやっぱ美味しくないので、基本的にはちゃんと拭くんですけどね。でこうやってねするんですよ。でこんな感じでねしますよね。でねあとね結構なんかこの前の動画の時に、ここなんか佐藤さんここら辺ゴミ箱みたいに使ってますよねとか言って言われたんですけど、そうなんですよ。これね片付けながらね、こんなこう仕分けしながらねしたりとかすると時間かかってしょうがないんですよ。もうそんなんね、そこら辺にお腹空かせてることもいつも待ってるから、もうそれ食べさせるのが先なんですね。で片付けるのはねもう後でいいんです、どうせ汚れとお皿も出るしということで、まあ全部ね基本的に2、4、6、8本ぐらいありますかねということでね、基本的にね洗うんですよ。まあ別におじさんが想像したかったら洗わなくてもいいと思うんですけど、まあでもなんかちょっとこうなんていうか、こなんていうの、 肉の汁みたいなね、こう血みたいなの出てますから、まあまあ洗った方がより美味しいかなっていうことはありますよね。ということでね、私は何でも基本的に肉でも洗うんですそう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 、はい。
ということでクララですね。でもこれにね、あの基本的にね、あのちょっとこれね、ちょっとお皿がなくちょっと大きいのがなくて2つに分けますけど、まあ、塩コショウを今からしてちょっとだけ置くんですね。ほんのちょっと、それは10分ぐらいなんですけど、だからまあちょっとこう塩なんですけどね、あ、ちょっとこうやって開けるんだ、塩ね、先にこう塩やっぱこう、マラマイトがないとウエストできないので、こうやってねしといて、でまあちょっと半分、これちょっと小さいからね、半分になりますけど、とりあえずこんな感じ。あ、胡椒はちょっと後だったんだ、しまった。ということで塩だけでいいです、ごめんなさい。で塩ね、あんまりいらないかな。でもね、塩はね意外とないとね、ぼやけた味になるんですよね。だからちょっとこうすり込むって感じです。ちょっと胡椒はちょっと早く入れすぎちゃいました。これはして、でこれで、あのね、とりあえずこう置いといて、ラップがどこ行ったかな、ちょっとラップがありましたね。ちょっと待ってくださいね。ラップあったあった。ありました。でこれをね、ちょっとこれで、とりあえずこれね、10分冷蔵庫入れておきますね。はい。置いといて、その間にタレを作ります。タレはね、もうね、このぐらいのお鍋がいいかもしれないですね。ちょっと予想値なんですよ。ちょっとだからちょっと洗ってね。まあ、タレね、後でだからレシピ載せますよね。そうね。いつもで結構いい加減なんですけど、ちょっとレシピね、ちょっとこのくらいかなとかいろいろちょっと考えてきました。ちょっとゴミ箱にしちゃいますけど、とりあえずね、ちょっとあのやってみますね。続けていいですか。はい、これはね、赤ワインですね。赤ワイン、これはね、ほんのちょっとなんですよ。赤ワインね、これ大さじ1なんですね。大さじ1、まあちょっと真面目にちょっとしようか、ね、大さじとかね、まあすぐ出なかったら、まあ、こんなので、これ大さじじゃないですよ、普通のあれだけど、もう大さじってね、まあ、大体もう主婦は大体分かってる、こんなもんかな。はい、こんなもんです。それとあとはね、パイナップルジュースを4分の1カップってぐらいかなとか思って、4分の1カップって 50cc、 これはいくらですかね。これは200だから、まあ、ほんのちょっとですね。で私もだからこういつもこの小さいのを買ってくるんですよ。してこれでね、ちょっとね、穴を開けて、でちょっと結構いい加減、こんな感じかな、このくらい入れて、でもこのパイナップルジュースがね美味しいんですよね。そしてあとはね、あのちょっと待ってください、とんかつソース、ちょっと待って、いちいち向かないといけないんで申し訳ないですね。とんかつもこれもだからね、いつもどこだっていい加減なんだけど、まあ、これは多めのが美味しいんですよ。で、まあ、大体大さじ2かな、こんな感じ。はい、そしてあとはスイッチと、まあ、やっぱり何といってもお肉はね、子供は特に好きな味はね、ケチャップとあれですよね、ケチャップが必要ですね。どんどんゴミ箱になってますね。人間ってね、あのやる、作るか片付けるかっていうのをね、分けた方がいいんですよ。あの作りながら片付けてね、あの料理研究家の方おっしゃるんですけど、そうはなんかうまくいかないですから。でこれはね、まあ、これケチャップ、まあ同じぐらいかな、大さじ2ぐらいですね、こんな感じ。はい、でそれとあとはね、おろし生姜、生姜とね、あれですね、が大事ですね。これおろしにんにくがね、ちょっとなかったんで、おろしあれしますけど、これまあ一かけ分、まあこんな感じですね。意外とこれをまだ効いてきます、味として。でこれにあとまあちょっとにんにくはね、ちょっと使ってきました。おろしましょう。
ニンニクもね、すぐ悪くなっちゃうんですよね、これ。ちょっと待って、めんどくさいことに。一かけ分ですから。これがまたないとね。はい、これでちょっとです。おろします。これなんかね、あれですよね、ニンニクはまあ普通におろしたら落ちちゃったおろしたいんですけど、生姜はねこうおろすんですよ、丸くしないと生姜の紐がね、紐とか繊維がね切れないんですよ。私子供たちね、生姜丸くおろすようにって、そうするとちゃんとなるんです。でも今最近もチューブをね使うからわからないでしょうけど、ということでということですね。で、あとは、塩も胡椒もちょっと入れるんだな。もうほんとちょっと塩と胡椒と、であとお醤油なんですけどね、まあ、とりあえずこれをね混ぜて、うん、でもねいい味するんですよ。お醤油どうします？今帰ってきました。あ、なるほど。そっか。これね、タレはね、意外とね、少ないなとかって、あ、ちょっと間違えた間違えた、1個忘れてた。白味噌、白味噌。これが大事なんで、白味噌ね、私このためにね、うち白味噌で味噌汁は作らないんですよ。甘すぎて子供たちは嫌がるので、なんかお正月のねお雑煮とかなんか関西を白味噌使ってするじゃないですか。だけどね使わないんですよ。うちはいつも合わせ味噌なんですね。だけどねこのためだけにね白味噌買うんです、いつも。これね、こう白味噌ね、白味噌ね、これは1、まだ入ってこれないこれ味噌がね、日本人ってやっぱり味噌とかね美味しいですよね。白味噌はねよく溶かさないとダメなんですよ。これまあ日本人でやっぱなんかお醤油が入った方が美味しいっていう。ちょっとお醤油ね、これね大さじ1ぐらいね、こんなんですよね。だからまあ家中にある調味料を全部入れたらまあ美味しいって感じですかね、これね。あとパイナップルジュースを入れたら、これをだからパイナップルジュースの代わりにあのマーマレードとか入れてもいいんですよね。でマーマレード入れるとあの皮の線が出るじゃないですか、あれが子供たちが嫌いなんでね。あのもうパイナップルジュースしてます。ということで、まあ、10分できましたよね。まあ、これだからあれなんですよね、あの塩と胡椒すると、なんていうか締まるんですよね、お肉がちゃんとね、あちょっといい味がついて。ということでもう一回ね、このねちょっとこれね、まあ、ちょっとだからちょっと拭き、水分が出るの拭きながら入れる、拭きながらね。いやこれね、これなんか塩、あの塩じゃなくてこの骨のとこをねカリカリスカリカリっていうか小さいか歯で小さぎ取りながら食べるっていうのが子供は大好きですよね。これでこれとでね、こうでしょう。これビニール袋みたいなのいいよ、いいことはいいけど、まあね漏れた時はめんどくさいですか、これこのタレが、まあ、程よく。はい、ということでこれちょっとあの普通あれですかね、私も手でするんですけどね、ちょっとごめんなさいね手のちっちゃなビニールとかあったらいいんですけど、まあ、意外と手でちょっとねこう塗り込むって感じですかね。意外とねちょっと色が変わるぐらいになるんですよ。これでねこうやって子供たちはね、このタレの匂いだけ嗅ぎつけてね、あ今日はスペアリブだとかで喜んでましたとりあえずこれで
これで1時間置きます。これでもちょっとラップをしましょうかね。このラップしなくてもいいんですけどね、しないとね冷蔵庫の中はねこの匂いになっちゃうのね。ということでラップして置いておきます。はい、ということですかね。はい、1時間待ちましょう皆さん。1時間経ちました。ちょっと冷蔵庫の中ね取ってきますね。はい、開きますね。スペアリブね、はい、なんかタレにしっかりついてますね。そうなんです、これね。でこれをね電子レンジでするんですけど、まあなんかちょっとこのぐらい大きなお皿で電子レンジしたら便利なんですけどね、ちょっとねあのあれなんですよ、ちょっと小さいのしかないので。とかな、で我が家はでもねこれのね3倍ぐらい作ってましたね、最低。すっごいだからあの量が多かったです。でこれねこのまま入れて電子レンジするともうこれね張り付いてえらいことになるんですよ。だからねあの結構ねちょっと焦げる手なしないと美味しくないんで、ちょっとね、クッキングペーパーが必要なんです。これね、これねここに置いて、まあざっとでいいんですけどね。これね乗せると、ね、一回でいかないなこれは。1回でいかないとめんどくさいんですけど、ちょっとこんな感じで、これでねあのあれなんですよ、ラップをかけないで、まあ、ここはねあの、まあ、見ながらあれなんですけどね、まあ、700ワットがあるから、うわ、これどうやってするの、これね、あのあれですね、まあ13分ぐらいとりあえずやりましょうか。とりあえず、はい、とりあえずこれで、はい、はい、これね6分なんですけど、まあまあもうちょっとあれでしょ、だからちょっと12分でやりきってもいい、あ全然12分でやりきっていいんですよ。このなんか電子レンジがなんかいまいちだったんで、レンジの問題です。ちょっとこれで裏返しにして、すごい間違えてね、まあ、あの昔ねあれなんですよ、ラップかけたんですよ。多分油だらけだからラップがめっちゃ溶けてねえらいことだったんですよ。だからラップなしでっていうことです。ちょっとね周りが焦げたぐらい美味しいんですけどね。ちょっともう一回、はい、スペアリブできました。ね結構いい匂いがしてます。お味噌とかねあるんで、でもねスペアリブと家中にあるなんか調味料という調味料ね、ソースとかケチャップとかね、そこらをね全部まとめて入れたらねこんな感じになってね美味しいんです。ちょっとどういう風になったかちょっと食べてみますね。これは骨離れがいいんですよ。こんな感じで、でもまあちょっと骨はね後でかぶりつけばいいんで、すごい油が出てるんですごくあのあれなんですよ。いただきます。うん、いい感じね、美味しいですよね。これね子供ねすごい結構喜ぶんですよ。うんうん、おいしいですね。うん、あとはねこれね子供たちこう手を取って手で骨にかぶりつくっていう、